お約束といって毎回繰り返されるテンプレです。自分の知っているものがその通りに行われるとそれはそれで笑ってしまうもんなんです。そのまんまやっても笑うし裏切っても笑う。笑いとはそんなにいい加減なものなのか。そのいい加減ではなく、こう多種多様というか、だから笑いは難しいんですよ。ねえ、この話まだ続くの？私お腹空いたんだけど。